はい、皆さんこんにちは。限界一人暮らしとも車遊びがしたい男、リョクです。去年僕が YouTube チャンネルヒロの部屋のヒロさんとコラボした動画、皆さん覚えておられますでしょうか。まあ簡単に説明しますと、ヒロさんという方はですね、まあ、僕と同い年で、しかも誕生日1日違いっていう、まあすごい奇跡的なあれがあるんですけど、まあ同じ NA8C シリーズ2に乗っている、まあ、YouTuber で、まあ、僕のように DIY の動画を載せたり、あとはサーキット走行やドリフトなんかの動画を載せて見える方なんですけど、なんだかんだでコラボした後も、LINE なんかでも結構もう毎日話したりとすごく仲良くさせてもらっております。そしてですね、ヒロさん実家は愛知県で、今神奈川県に住まれているんですけど、今ゴールデンウィークということで、まあ、愛知に帰ってきて見えるんですね。まあですので、まあ僕三重県に住んでて近いですので、久しぶりにお会いしましょうよっていうことで、今からヒロさんに会いに行ってきます。そして、前回お会いした時の、まあ、コラボの動画でですね、まあ僕のロードスターの紹介っていうのもやってもらって、まあ、ヒロさんにもこのロードスター乗ってもらったんですけど、まああれから半年ですごく変わったんですよね、この車。まあキャブレターであったり、クリニック足がついたり、まあ椅子が変わったりと。まあ特にヒロさんキャブレターがすごく気になっているみたいで、まあもう見せびらかしちゃいたいと思います。でですね、今集合場所の近くに待機している状態なんですけど、まあヒロさんキャブレターの音を生で聞いてみたいとすごく言ってくださりますので、まあ僕早めにここに着きましたので、まあ、ヒロさんが到着しましたっていう連絡を待ちまして、連絡が来たらすぐに向かって、まあもう早速こうカーンっていうこのキャブレターの音を聞かせてみたいと思います。お、到着したっていうラインが来ました。それでは早速向かいたいと思います。もうすぐヒロさんが待機しているところの前を通ります。あ、これガードレールでもいいや。おはようございます。おはようございます。いや、お久しぶりです。うわもう今のクゾーンでもうあ、やられました。一回じゃあちょっと止めますね。いやもうなんかいきなり反応がもう。はい、ということで、ヒロさんです。どうも皆さんこんにちは、どうもヒロです。2回目ですね、コラボ。そうですね、2回目のコラボ。いやもうよろしくお願いします。よろしくお願いします。とかだからもうついて1時間ぐらい喋ってましたね。そうですね、もう1時間動画撮る前にもうめちゃくちゃ話で盛り上がって。もうなんかもうすごいですね。あっという間に時間過ぎちゃいますね。楽しすぎて止まんないですもんね、本当に。まあ、それでは、早速僕のロードスターのキャブレターを見せびらかしていきたいと思います。ちなみにこの喋ってた1時間ってまだ一度も見せてないんで、そうなんですよ、そのリアクションが見れるかと思います。もう完全に初めてお伺いしていただくのでめちゃくちゃ楽しみです。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。じゃあもう早速ボンネット当てちゃいます。お願いします。やべえ、どんな反応するんでしょうか。あの映像構えながら見たくないぐらいもう生で。もうカメラもうこの辺で固定してって感じで、画角おかしくなっちゃうかもしれない。いきますよ。はい、お願いします。じゃあ3、2、1、じゃーん。うわー、やべえ、マジかっこいい。おーうわうわうわ、反応がやばい、ちょっとカメラの画角完全もうめちゃくちゃ。うわ、すげえ。いやー、かっこいい。やべえ。超かっこいい。同じ車には思えないですけど、スカスカぐらいがもう全然ちゃうやないですか。本当に本当に。うわー、このメカメカしい感じやばいっすね。かけましょうか。いいっすか。いいっすよ。ドキドキしちゃう。じゃあかけます。はい、お願いします。やべえ。うわー、それやばい。それがやばい。うわー、すっげー。マジか。つうかこれを DIY で組んだっていうのがすごすぎます、マジで。わかんないです。セルンはそんなに難しくはないんですよ。あ、外してセルンだけなんで、そっからのセッティングがまあもう沼で乗らさせてもらっていいですか。あ、いいですよ。
じゃあ早速行っちゃいましょう。はい、お願いします。これはやばい。サプライズ大成功です。やばいです。じゃあ、早速ヒロさんに乗っていただきましょう。はい、どうぞ。お邪魔します。よいしょ。お、めっちゃカメラ近い。よし。あ、助手席もフルバケです。いいっすね。前は違いだったからね。そうですね。じゃあ、かけます。はい、お願いします。おー、では、行きます。お願いします。うわ、やべ、もうすでにやばい。うわー、やべ。感じが全然ちゃうと思うんですよ。本当にいくらそのインジェクションでエアクリーナーとか書いてもそんなにはならんから。違います。こんな音で走れたらちょっともうサーキットとか別にいいかなってなっちゃう。峠でのんびり走ってるだけでもう、まあ、全然もう、ね、めっちゃ良くないですか。めちゃくちゃいいですねこれ。よっしゃ、なんか思い通りで反応してくれな。絶対こういう反応やろなって感じ。なんかまんまとまんまとはまった感じ。沼にはめたぞ。やばすぎる。いや、やばすぎる。横乗ってるだけでもう満足しちゃいますもん。よいしょ。はい、ではドライバー交代でヒロさんに乗っていただきます。お邪魔します。よいしょ。ただでさえ魅力さんのロードスターに運転できるだけで幸せなんですけど。あ、すごい広角にしよう。お、いいっすか。え、ちょっと待ってくださいね。これかけて、はい、アクセルをちょっと煽る感じですか。ちょっとこう半分踏むぐらいですね。半分踏むぐらいでエンジンかけたら多分。いきます。どうぞ。おっ、かっこいいか。ドキドキしちゃいますねこれ。かかっちゃえばもう勝ちです。あ、なるほど。かかってしまえば勝ちって。うわー、やべえ。じゃあいいっすか。じゃあ行きましょう。発進できるか心配なんですけど。あ、よかった。あ、しかも重せだ。うわー、やべえ、これやべえ。あ、てかアクセルペダル結構重いっていうか。重たいです。ですよね。スリックスやと軽いんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。やべえ、このちょっとポンって踏んだ時のポンっていう。危ないっすね。見てね。うわー、やべえ。自分で運転するとよりやばい。やばっ、これはやべえ。中途半端がもうなんか普通に乗り慣れとる人みたいな。うわー、前から来る感じ、ほんと、もうすごく来るじゃないですか、もう。普通の車やったら後ろからマフラーの音がボーンってしてくるけど、逆に言うと前から来ますね。うわ、これすげえ。うわ、気持ちいい。乗せの感じもまた最高。なんか全てにおいて楽しすぎる。お期待していた以上。マジやばい。おいしゅう行っていいですか。
全然乗ってください。降りられないですね。乗って帰ったから。マジで乗って帰っちゃう。いやーいいなー、やばいですね。キャブ入れたらもう僕多分ドリフトやんないっす。キャブでドリフトがかっこいいぞ。室内でも気分上がるし、ぜひなんか外から撮ってほしいです、ね、動画で。やばいと思うぞ。いやーたまらんすね。これは不便じゃ不便なんですよね。あのまあ管理とか天気悪い日とかになんかぐずり出したりとか、なんかでもそれが余計愛着湧きますよね。そうですね。別になんか全く動かんくなるわけじゃないから、なんか乗りにくいなみたいなぐらいなんで、そうですね、乗り心地が変わるのもまたそれはそれで、もう人間と一緒やな。ああそう、本当に本当に浮き沈みがあるんで、ね、普通だったら車じゃないところがそれが起きるっていうのが逆にまたいいですよ。はい、それでは本日も動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ゴールデンウィークでまあ緊急でコラボするってことになって、ね、結構直前に決まったのもあって、まあすごいなかなかグダグダになったっていうか、ね、もうほとんど2人で喋ってばっかで、そうですね、全然撮影が進まなくてって感じで、ちょっとグダグダな動画にはなってしまったんですけど、でまあヒロさんもまあご存知の通り、まあ、僕と同じようにロードスターの DIY であったり、あのドリフトもされて見えるし、サーキットの走行なんかもされてて、はい、まあ、すごく盛りだくさんなチャンネルになってるんで、知らなかったって方はぜひぜひ、もうチャンネル登録していただいて、もうバンバン動画見てください。お願いします。めちゃくちゃ面白いです。お願いします。僕にできないこといっぱいできるんで。いやいやいや、もう、なんもないです。まあ、あと、もうやっぱずっと見せびらかしたかったんで。いや、本当にもうずっと見たかったんで、もう、ね。期待していた以上の反応で、本当に良かったです。いやいや、本当に、こちらもさん、ありがとうございました。そしてですね、まあ、近々なんですけど、コラボ第3弾の、まあ、予定をしておりまして、はい、まあ、あの、今回みたいに緊急で決めたものじゃなくて、もう、前からこう計画してたものですので、まあ、結構盛りだくさんな感じに、ね、結構豪華な、はい、感じになってるかなと思いますので、まあ、ぜひぜひその際は見に来ていただければと思います。お願いします。まあ、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃグダグダになった。やばいな。一人でやるのとやっぱ違います。